年を超える騒乱、100を超える国が4つに淘汰された。立ち赤春秋戦国時代、カズベガスキングダムコラボ杯しばき合い対決。イエーイ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 。さあ、という国に分かれてる。はい、あ、今回立ち赤春秋戦国時代ということで、はい、4つの国で争いたいと思います。お、残る国は1つだけ。お、統一したやつ、統一、立ち赤統一した国の代表がキングダムのキャラ一体魔改造できるという、はい、しゃあ、しばき合い対決でございます。しばき合い、ただ普通に しばき合うと、うん、まあ淡路のリーチに多分俺たちは勝てるはずがないので、ね、全然いいけどな。全然持ってない僕が圧倒的に有利。今回はこのポカポンでやりたいと思います。出た、はい、ついにこれが競技化された。これはもう反射神経と、あとカウンターの、はい、やっぱ能力が問われる、すごいゲームです、はい、これやっぱりボクシングに一番近いです。そうね、近いね、うん、これ井上尚弥選手一番強いだろう、ね、強いと思います。確かにフェイントかけて、うん、これでトーナメント形式で、はい、一番最後まで勝ち上がった人が勝者ということで。ちなみに僕持ってないんですけど、キングダムの、はい、キャラを、はい、まだ当たってない。もうあるキャラで、え、まあだから傾斜とかその辺に、宝剣とかいいんですよ。五方面とか、あ、天、あ、でもカリオテン、カリオテンとか、え、それならハンディキャップみたいな。いやでも今後当てても、それでいいです。あ、なるほど、当てたやつ、はいはいはい、ストックできるとですね、また追うと思うので、うん、その時に当てたらそこに魔改造していいです。優勝したら、はい、春秋戦国時代のちょっと後の三国志の関羽とかでもいいですよ。関羽、関羽につけて。悟りは？悟りはでもないです。悟りはまた違います。はい、あれ違いましたね、全然違う。はい、また劉備、関羽、うわ、張飛とか、曹飛とかね、曹操もいる。はい、ということで、はい、早速やりたいと思います。はい、はい、トーナメント、うん、どうします？どうしますか。まあ淡路大島、和也拓也だとちょっとまたいつもと同じになっちゃうから、まあ、バラバラ、グッドパーとグッドパーで、グッドパーで決めましょうか。それでいきましょうよ、はい、いきます。グッドパーでいいですか。はい、いいですか。はい、はい、最初はリンボ君、グッドパー。リンボ君言っといてくれないと。リンボ君って誰です？わかんない。その武将、最初は我が名は勘明、グッドパ。おお、やばい。これは対戦ね、ここ対戦、大島拓也、和也、淡路。ちなみにこれは何本選手とか、1回戦は2本、2先にする。あ、2選手、はいはいはい、あ、2本取った方が次に進む。決勝は3本選手。あ、分かりました、はい、どっちからどっちからいくか。あ、じゃあ代表、じゃあ代表、代表じゃんけん、じゃあ代表じゃんけん、はい、代表じゃんけん。普通、なんでわざわざするの。いや、そんぐらいやっぱり気合が入っている。いや、ここでは何もしないですね、先行か後行かだけなんですけど、はい、早く、ここはそんなに時間取らなくても。どっちさん、最初はリボク。それ考えてたんだ。リボク。おぎこ。おぎこと。え、ってことは？はい。2回戦からに。じゃあ最初僕と拓也さん。はい。はい、で行きましょう。見とこう。拓也対大島。はい。待って、ここはか、え、でもやってないですよね、前回。拓也さん。そうだ。あ、うん？あ、そうだ、やってないですよね。軽く説明します。はい、この、ポカポンっていうゲームは、これ、振り、ボタンを押すだけなんですけど、ボタンを押すと縦も下がります、はい、縦とこの武器が下がります。で、これ普通に何もしてない状態だと縦で攻撃が入りません。ただこの攻撃をするために下げてる時だと相手の攻撃が入っちゃうので、カウンターゲーです。カウンターゲー、読み合いも駆け引きですね、はい、相手に攻撃を出させて縦が下がった瞬間に撃つ、はい、
ディフェンスが強いですよ、これ、はい、そうなんだよね、うん、タイミング、行くタイミングだよね、そう、これ疲れるんだよな、だからといってずっと押さないと何も動かない、そうそうそう、何も動かないので、はい、カウンター、あとはフェイントで、はい、勝ち抜いてください、パタンパン2本、OK、はい、よっしゃ、勝つの始まった、それでは、はい、第1回戦タクヤ対大島、用意スタート、回戦まだフルスイング、あ、奥さんさんの一発目のフルスイングあーわ、無限数あー危ねわからねえこれ、どっちがうまいとかも今ない、あイエーイ、ゲンショー外国層、イエーイ、ゲンショー、やべやべ、4発ありますね、カウンターが、オッケーオッケー、トリプルクロスまでいけた、いきましょう、はい、はい、とりあえずまだ1本ね、はい、はい、じゃあ2回戦、はい、2試合目スタート、いや、タクヤさん強いか、本能型の素質、強いな、大島本能型の素質か、かいか、いや、ちょっと勝てる気しなかったな、すげー、淡路対和也2回戦どっちがいい、こっちがいい、でも僕これがいい、すげー、はい、え、あ、あ、いや、それ2人がいいならそれでもいいっすよ僕、僕下がんねえじゃん、見てられないわ、ごめん、見てられないわ、早くやってください、ごめん、見てられなかった、はい、じゃあ2回戦第1試合いきます、よーいスタート、うわ、刻みがペイントで、おーおー、いいよですね、これムカつく、皆さん先勝、ムカつく、さあ淡路跡がなくなりました、はい、じゃあいきますね、2回戦第2試合、よーいスタート、さあタイに戻せ、あ、淡路タイに戻せ、あっ、よっしゃー、よっしゃー、やばい、本能だった将軍の素質、やばい、俺が本能だった、俺が本能だった、そんな、そんなに二人も本能だったいないよ本当の本能だ、本能だったの本本でしたよ、何をしてる、本じゃない、林みたいな、超新塾さんみたいな、超新塾さんみたいな、どっちでもいいよ、よし、じゃあ行きましょう、決勝戦、はい、第1試合、よーいスタート、ジャブがな、あるんだよね、カズヤさん、うまいんだよな、うわうまい、うわー、引き分け、これ引き分け、ノーゲーム、あクロスカウンターがやるな、なかなかやるじゃねえか、ちゃんと攻撃した後も取らなきゃ、うん、お前は結構やれるようだな、やってやる、なんもないんかいありました、はい、よし、まだ0-0ね、はい、はい、じゃあいきます、はい、よーいスタート、殴り合いだな、
うわすごい、うわー、和也さん今の綺麗、お前も本能型のようだな、うん、さあ、うん、はいはい、この戦いには匂いがない。小僧めまんまと大変を巻き起こしおった。さあ名場面ありがとうございます。じゃあ行きます。決勝戦第2試合用意スタート。しゃあこれは普通にジャブで、まあ、しょうもねまあこういう試合もあるかジャブが効いたぜ。やば、あと1本、あと1本だ。おかしいぞ、あれ俺これ強いかな。この戦いポジション変わりますか。じゃあ変な匂いがする。俺ブレイキングポカポンあったら俺優勝できるかもしれない。確かにブレイキングポカポンお前が言ったんだじゃあいきます、はい、決勝戦第3試合用意スタート。さあ一矢報いることができるのか。うわっ、うわ今はもう危なかったですね。はい、おっ、これはい、はい、おすごい、ハイレベルだ。おお、戻した。ブレイキングポカポン2勝1敗。さあ2勝1敗、そうか2勝1敗です。いいですよ。さあタイに戻せるか、うん、決勝戦第4試合、うん、用意スタート。タイに戻せるか。うわこれ面白いな。タイに戻してほしい。うわっ危なっ。おーナイス。うわっほい。うわすごい駆け引き。フェイントフェイントフェイント。おお音で音で、あーおー危なっ危なっ。うわー休憩ありがてー。あーさあすげー出した。さあ2勝2敗のタイ最終決戦。最終決戦は勝った方が勝ち。ポジション入れ替えてピンクタクヤさん、青カズヤさんとなっております。いいですか心の準備は、はい、バチバチにやろうよ。うんうん、覚悟できてんだ。うん、本番できんだな。できる、うん、ブレイキングとかポンだ。うん、来た時は、うん、あーやばい、あーやばいわ離れて、はい、塗り棒塗り棒これブレイキングだ塗り棒入ってきた塗り棒入ってきた塗り棒ね。うわいいですか、泣いてもらっても。はい、ラスト決勝戦最終試合です。用意スタート。おおお紙一重これ面白いな。ちゃんとガードしてるもんな、うん、ガード。おき起こす本能型の素質。うわ本当の本能型はタクヤさんだ。いやー 2連敗からの3連勝すげえ。小僧あの乱戦の中逆走したのかすご俺だということで、ということで勝者カズヤ。いやこれは強かった。勝者カズヤ。もう分からなくなった。分からなくなった勝者拓也よかったな。見事な大逆転。見事よし拓也がじゃあ一体じゃあ魔改造しましょう。つけます。だってこいつももうだいぶ頭下がってますもん。はい、では拓也、はい、つけたいと思います。ありがとうございます。2000系から84。そうだね、線形から真2の陽炭和じゃん。陽炭和じゃなくてまあ確かに愛は好きだな、陽炭和。いいけどね、確かにね、はい、これはちょっと魔改造。これ魔改造は綺麗な。
言います、はい、はい、まず蝶バラ、蝶バラ、蝶バラにして、もうそれも火力ですよね、多分。そうだね、うん、で、英雄の証ね、証付けさせてもろて、シーン2体いるよ、はい、レベルの勝負で、で、これで渡してっていう。うわ、それもやる。え、いや、いいんだよね、いいんだよね、それもいいんだよね。いや、まあまあまあ、いいでしょう。どうせだったらちょっと問題だな。え、同族三種、同撃三種、三種かな、同撃三種はいいよ、ね、うん、同撃三種でいくかな。ちょっとの M のやつから引っ張って、よいち、こう見ると、俺からしたらタケ全然厳選してないの。タンポポとか、これはアップルとか、アップ、ああそうだね、最近使ってない、はい、ちょうどこの子の、じゃあ引いて、シン、シンはいっぱいそうだな。シン、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 シンって確かに打つからね。ああ、そうか、打つことあります。ロケで、ロケで信州のよく行くから、信州のそば奪いみたいな。信州ってどのあたりの、長野の信州。そうなんだ、ね、最近使わない。過激速とゲームで言うとアンチ、あー、聖子ちゃん、あー、聖子ちゃん、一回聖子ちゃんか取っちゃうか、聖子ちゃんか取って信州、はい、でこれが過激速、はい、あと亀井、亀井劇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 は、うん、亀井劇は、じゃあ、これでペリノアでいいじゃないですか。ペリノアでいいね、かわいそう。ペリノアなんだこれ、あ、じゃあダメだ、はめらんない。なにこれ、なんでこんなことされてんだよ。もう絶対誰かにやられたろこれ。いや、やらないでしょこれ。なんかまだ色濃く残ってる時に嫌がらせが あったね、その時代。あ、これじゃあいない、いないけど、ちょっと一回エミリアタンから、あ、まあエミリアタンか、あ、それか、特にこっち取っちゃうかな、あ、でも確かにリボンとかでも、リボン、リボンアルファか、リボンアルファ、あ、リボンアルファ、ほな、まあ、静か御前の動画、ね、静か御前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 、これ取ろう、はい、C、 何で使う、 OK、 で、これをちょっと、じゃあ、まあ、改造だな、改造ですか、赤組使ってても EL 組使えるんですよね、使える、そろそろあれ欲しくないですか、線形の書を書いてくるやつ。ああ、もう書いてイエルミも使っていいの、そういうこと、あ、いいよ、もちろんです、もちろん、イエルミも使っていいの、うん、全部、もちろん、22個もあるんだ、22個くらいあるよね、あります、あります。じゃあ1個だけにする。いや、もういい、でもいいっすよ、魔改造もったいない、もったいなくなければ自分、まあまあまあ確かに、そう、もったいないくはないよね、でも毎月手に入るし、毎月 2,3 個はなんとなくもらえてる気がする、コラボ来ると1個ぐらい手に入るし、一旦じゃあこれ全部いってみっか、はい、いってみます。これは全部連続ではない、まあね、付け替えるかもしれないと思うと全然、そう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 、言ってないじゃないですか、そうね、なるほど、はい、OK、 これはやばいわ、うわー、こんな感じでできました、はい、改造だな、これは見せます、いいね、いいなぁ、ゴリゴリのシーン、ゴリゴリシーン、はい、ありがとうございます、それは大将軍になれるわ、うん、大将軍だなぁ、置いときますんで、はい、いいなぁ、ということで、はい、ありがとうございました、はい、ということで、はい、はい、我こそはポカポンの将軍という方、はい、いつ何時でも誰の挑戦でも OK ということで、はい、はい、皆さん高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバイ。